皆さん、こちらの天孫神社は大津市が誇る伝統行事大津祭りのスタート地点なんです。その大津祭りが10月8日9日の2日間3年ぶりに開催されるんです。大津祭りは天孫神社の祭礼であり、五穀三大祭りの一つに数えられ、国の重要無形民俗文化財に指定されています。その始まりは今からおよそ400年前、江戸時代初期とされ、東海道53番目の宿場町として大いににぎわった大津の町で、豊かな経済力を持った長州の心意気も背景に生まれました。まさに町人文化の粋を今に伝える貴重な文化財なのです。大津祭りのことならここに来ればすべてわかります。大津祭り引山展示館の加藤さんです。こちらではどういった展示をされているんですか？はい、これは西欧墓山という獣師さん引山があります。その中の一つ、丸谷町の先祖がお作りになった西欧墓山、これを原寸大で展示しております。はい、はい、それですぐお隣が祇園祭でしょ。だからこそ京都にないものをと、すべて獣師さんのからくり人形を載せました、はい、これが大きな特徴ですね。子どもたちの鐘、それからこの上にお囃子、笛太鼓が乗ってます。そしてからくりを演じて、そしてこのロープを引っ張って朝から夕方まで一日動きます。こちらの展示館、他にもコーナーがあるんですか？子どもたちに大人気の体験コーナー、お囃子と鐘と太鼓、それをちまきちくんが教えてくれます。2階はね、2ヶ月ずつ蔵から出した飾り物、本物を入れ替え入れ替え展示してるんです。いらしたらぜひ2回もご覧いただきたいと思います。展示館来て楽しかったって言っていただけるのが何よりでございまして、お待ちしております。大津祭り引山連盟の山口さんです。3年ぶりに大津祭り開催されますね。そうですね、嬉しいことです。はい、やっぱりね、みんな待ちに待ってたというふうに思います。ほぼ400年ですね、続いてきたこの伝統ね、しっかりこう守ってると、それと豪華絢爛の装飾品が飾られてる、まあ、その辺がね、誇りですよね。小学生は鐘をね鳴らす、中学生高校生になると太鼓へ上がっていく、大学生以上になると今度は笛へね上がっていくという形でね、どん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 こう伝承していって、受け継がれていって成り立っているということでですね、まあ、皆さんの力がね大事だということですね。町中大学言ってね、市民講座なんですけれども、大津祭り学部っていうのがありまして、そこの卒業生が大津祭りをね支援する、まあ、そういう団体作りましてね、今だいたい100名ぐらいおります。はい、あの大津祭り町内だけでやるってそんなの絶対できませんので、今はね、あのいろんな方にご支援いただいて、あのできているというところです。はい、いや、もうより楽しみに心待ちになりました。はい、ありがとうございます。またぜひね、皆さんもあのお越しください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ひかるくん、3年ぶりに開催される大津祭り、本当に楽しみだね。開催の前にこちらの引山展示館で大津祭りの歴史を学んだりするとさらに楽しめそうですよね。皆さんも大津祭りの魅力に触れてくださいね。